弟子屈町公式ニュース。9月29日、専門本線全通90周年を記念し、日本郵便北海道支社より弟子屈町へ記念フレーム切手が贈呈されました。9月25日より弟子屈町内の郵便局でも販売しているとのことです。釧路湿原で撮った写真と、あとビラオ山を背にした写真、あと硫黄山を背にした写真、こういったものをここの地域の魅力を発信できるいい題材がここにあるということで採用させていただきました。フレーム切手の他にも90周年を記念したイベントが行われています。各沿線の郵便局で、近隣の駅舎においても写真展、思い出写真館、そういったものをさせてもらっているというところです。9月30日から各沿線の郵便局で消し印です、スタンプを発行します。で、沿線22局でスタンプラリーができるような、そういったものを作りますので、近くにお寄りの際には手紙を消し印で、小型印で出していただければ、受け取った方も喜んでいただけるし、地域の PR にもなると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。気候が全然違いますもんね。確かにそうですね。山一つ越えたら全然違いますもん。